アンドリュー・ジョーダン、2013年ドライバーズチャンピオン、アンドリュー・ジョーダンの優勝した、BTCC ホンダシビック二千十2013年ダンロップ、MSA ブリティッシュツーリングカーチャンピオンシップは、イギリスとスコットランドで開催された生産ベースのツーリングカー向けのマルチイベントのモーターレース選手権。選手権は、プロのモーターレーシングチームと一般向けに販売され、選手権の技術規則に準拠した、 ファミリーカーのコードに修正されたバージョンで競い合う、指費資金のアマチュアドライバーが混在している。英国で最も人気のある国内モーターレースシリーズの一つであり、BTCC のセンターピースを中心に、広範なサポートカテゴリのプログラムが構築されている。今回で56回目の英国ツーリングカー選手権シーズン。シーズンのエントリーリストは2013年3月21日に、 発表された。暫定カレンダーは2012年からは大きな変化で2012年8月29日にチャンピオンシップの主催により発表された。すべてのレイエースはイギリスで開催された。2012年シーズンは上位15台がチャンピオンシップポイントを獲得する改定されたチャンピオンシップポイントシステムを導入。これは2013年シーズンにも続く。 ありがとうございます。